違いますもんね、オリジナルルールっていうか、オリジナルルール今までも違うわけね。あれならなるでしてそうなんです、ノブが今日はね、そうですね、参加してくれると。はい、もう出す側っていうか、うん、当てられる側ってことですかね。俺はじゃあ何、ガッキーと岡本くんが書いた答えを俺が当てればいいわけですね。そういうことでございま す, すというわけでですね、1人3個ずつ、うん、日野くんのいいところを書いて書いてます。なるほど、だから6個あるんで、うん、6個全部当ててもらおうかなと。すごいですよ、カッキーさんめっちゃ書いてますからね。すごいね、分量半端ないですよ。めっちゃいいもの書いてるから、これは文章投げそんなにあるんだね。あります。あ、でもこれありすぎてちょっと困りましたよね。一番困ったよな、本当に。本当に日野さんのいいところ、本当に、いや、お手順抜きにしては本当いっぱいあるんです。一言で全部まとめてしまうと、うん、一番上に来るのも全部優しい塊なんだよね。だから一番問題なのは、優しいって言うともう簡単すぎるの、うん、優しいをこう一つ一つさ細かく刻んでいって、刻んできました、うん、そのどこをチョイスするかってノブが大変だったの。なるほどね、したの、うん、そうなんです。なんなのでちょっと本当に自分がなんでこんなに人気者なのかを自分でぜひちょっと言い方自分でね、自分で自分をね、うん、そう、うん、なんで私持ち上げていけばいいわけね、キャーキャー言われるんだろうっていうところをですね、うん、ぜひ日野くん答えていってもらいたいなと思います。いい、さあそれでは参りましょう。まずは柿原岡本が思っている日野くんのいいとこはズバリ1個目。1個目、これでもさ、カッキー結構カッキーなりの独特な表現をするってあ、そうですね、みんなに聞いたんだけど、こなんか、うん、ある程度読んだ瞬間に、まあ、今回はですけど、うん、公式的なものが、うん、公式っていうか、これね、一個はね共通してるものがあるんですよ、ね、若干変な人が多い、うん、AB 型。はい、 AB 型ね、 AB 型、 AB 型がいいところだと、うん、でもそういうんじゃない、キャーキャー言われる理由、理由、もうなんでこんなにたくさんの女の子たちが僕にこうキャーキャー言ってくれるんだろうっていう理由が聞きたいのね、うん、やっぱりみんながほら、うん、お母さんお母さんって言うわけじゃない、うん、まあ、要するに俺はキャーキャー言われる理由の一つとして、うん、やっぱマリアだよね。マリア俺マリア俺マリアが1個目ね、うん、俺マリア、俺マリア、俺はマリア、 B 型、 AB 型、うん、さあそしてじゃあ続きまして、はい、僕ノブが、ね、じゃあ、はい、思っている日野くんのいいとこはズバリ何でしょう。きっとね、はい、やっぱ優しいって言ってたじゃない、はい、それを細かくしていくって言ってた。細かく、うん、いいよ。オーラ力オーラ力って書いてみ、これほら、オーラ かほら、オーラ力、オーラ力、いずれオーラ力、オーラかで、オーラかのオーラ力、オーラ力いいな、これいいね、これ真面目に答えていけば答えていくほどでも面白くなる、この真面目に答えた方が面白い、これさあここでですね、2問お答えいただきましたけれども、はい、うん、さあ今のところ我々手元にね、はい、書いてある答えの中に正解はあるかどうかちょっと確認しましょう。はい、いやー、あー、これは正解はありません。いや、おかしいでしょ、ね、いやいやむしろおかしいんじゃないかな、うん、いや、もっと単純、単純ですね、もっと単純に女の子男の子みんなが日野くんかっこいいとかさ、なんかわ素敵って思うようなことも、あれね、あれ、それ、ね、それもうそれ言っちゃってください、ます、ね、それ、それね、はい、わかりますよ。それじゃあ言ってみましょうかね、はい、我々が、思っている日野くんのいいところは、うん、ズバリ3つ目、ズバリ3つ目、今までね、このラジオで出てこなかったワードですよ、きっと。え、なに、え、なになに、帽子の上にサングラスを乗っけてる帽子の上にあー、なるほど、帽子の上にサングラス、うん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 、なるほど、はい、じゃあ4つ目いきますか。4つ目、はい、岡本くんが書きそうなのはね、はい、はい、きっとね、現場でのこととか書いてそうな気がするんだよな。ああ、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 これとかは、そうですね、これとかは、うん、あ、でもこの上もそうですよ、まあ、でもそう、確かに、確かに、うんうん、きっとね、現場でね、うん、え、台本を、うん、はい、ものすごく細かくチェックを入れている。なるほど、細かい男だということですか、これは。細かい男、細かい男だと。なるほど、細かい男。なるほどね、うんうんうん、まあでもね、
でもね、それはね、僕たちだけしか分かんないところですから。そうですね。答えはですね、今のところは我々の手元にあるボードにはありません。君たちは一体何を見てるんだ。結構見てます、ね、もっと深いところ見てる。すごい本当に単純にお客さんがもうみんなが日野くんのこともう大好きな理由だったりとかもちゃんとしっかり書いてますからね、うん、そうですよ。水の中一つは 100% 書いてます。もうなんかね、あれか、恥ずかしがらないで。もう分かったよ。なんすか。え、じゃあ、我々が思っている日野くんのいいところ、うん、ズバリ5つ目。やっぱりこれだからきっとお客さんみんなキャーキャー言うんだと思う。おっ、来た、ついに迫った。日野くんになんでキャーキャー言うかって。そう、うん、その理由分かった、うん、あ、ちょっと教えてください。あのね、俺が浪川さん好きすぎる。じゃあ最後の自分で思ういいところですね。いいところ、もういいところを本当に言っちゃってくださいよ。これ最後の隠し玉。隠し玉ね、常にこれを思ってっから俺仕事できるみたいな。あれか、あれでしょ。これ数々みんながこれを言うだあろうと思って、誰も書かなかった、うん、声がいい。ついに最終回にして声がいいが出るんじゃないのこれ。声に優れていると書いている職業やっている。声がいい、声がいい、みんなほら声がいいってね、今まで全然出なかったんでしょ。ったったでも誰も書かなかったんでしょ。あ、最終回で、はい、ついに出るんじゃないかな。さあ、はい、それでは、うん、我々の手元のボードを確認しますか。はい、日野くん、浪川大好き、声がいい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。日野くん、残念です。あ、何が残念か全然わかんないんだけど。日野くん残念でございます。それでは発表してまいりましょうか。そうですね、まずはじゃあ僕からいきますかね。かか、はい、まず普通のこれ危険球だったんですけど、うん、まああの命を大事にしそうだなっていう。ちょっと待って、危険球じゃない気がするな。ですか。これよくほら RPG でもあるじゃないですか、うん、命を大事に、それをなんかよくしてそうだなみたいなイメージ。本当そうです。これずるくないですか。ずるいよ ねこれ。そして、なんかいい香りがするです。まだこれは OK だと思う。これはこれ、ね、いい香りするから、ね、もう横にいたらもうそこで横にかすともう香りがしますから皆さん。こうやってキャーキャー言うんだろうなっていう。そして最後はこれはもうガチなんですけど、うん、冗談を言った後に、うん、まあ、出る笑顔とか笑いがとてもいいと思います。そんなとこ見てんだ。オーラかって言った瞬間の笑顔だって笑いだったりとか。これは俺も思った。なるほど、ね、いいですよね。そう、可愛らしいなって思いながら。君のジョークだったりとかを、あとみんなをフォローした後の、って笑うところとかは、あ、和むなとは思いますね。まあそうでね、うん、和むでしょ。そうですよ、和ませるためですから。ただノブがね、うん、今ね、ええ、これあとこれは最後これガチなんですけどって言っちゃったんですよ、ええ、他の2つガチじゃないんですよ。ガチですか。あ、そうだね、俺ちょっとノブにもちょっと1つあると思うんだよねこれはね。あ、まあガチです。じゃあ僕のいきますよ。僕の日野くんのとてもいいだろう、いいところだと思うところで、そして僕だけじゃなくてみんながみんなが思うところだと思いますけども、ヒロ君のいいとこ1個目。ベストシャツニストオブザイヤー。ああ、確かに着てるね、シャツ ね。もうシャツが似合うって言ったらやっぱヒロ君なんですよ。そうですね。もう、ベストだったりとか着てもやっぱ中にシャツだったりとかあって、おしゃれなシャツいつも着てるわけですよ。着てますよね。ね。もうアフレコスタジオでもシャツっていうね。もう、ここはね、もう譲れないところだと思います。あ、そうなんだ。はい。2つ目は?2つ目。モーストフェロモンあるのに、いやらしさがない男オブザイヤー。いい感じ。いやーな、1年通してね。1年通してやっぱね、うん、フェロモンめちゃくちゃあるじゃん。ありますね。ね。なのに、もう普通に俺と話してるのも、女の子に話してても、
なんか何ら変わらないというか、なんか誠実さがその奥に 100% あるんですよね。なぜかその奥に、瞳の奥に。そうなんですね。だから石野さんがなんか卑猥なこと言ったとしても、うん、卑猥じゃないんですよね。卑猥じゃないんだと思う。本当ね、もう常に狙ってるから、ね、嘘。いい人のふりしてね。そんなまた一個も聞いてない。なんで自分のことそんなそういう言うの。思ってもないことを。確かに、まあ、そう言ってもなんかクリーンなんですよね。そうやっぱりずるいんですよね。この後に今の笑顔ね、この笑顔がもう今のやつですよ。さあ、そして最後、うん、これも柿原的、そしてまあ柿原と日野くんをですね、うん、応援してくださってる皆様だったりとか思ってる子だと思いますけれども、モースト共演回数オブザイヤーかっこ計算してません。俺もちょっとねそれ頭よぎったんだ。よぎった、うん、そうなんですよ。ここね、ここ最近すごいよ ね。そうなんです。いろいろね、一緒にいることがすごい多くって、もう運命かのようにね、光り合ってるんですよ、互いに、ね。まさに運命の引力ですよ、本当に。本当びっくりです。目音安全の漫才の相手がここに。あ、じゃあ両方いけんね、ボケもツッコミも。そう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 。お互いね、変わればいいんだ。変われるからね。ぜひパシフィコ横浜で。いいんじゃない。